桶がたくさんいるのは魚の等級グレードを分けるために桶がたくさんいります。さて一応説明しますと、ここで選別して、ハウスに入れるものは、あそこに2つプールが張ってありますが、あの2つのプールで今日全部終わってから厄除けをします。そして明日24時間経ってから魚をハウス内に収容します。ここに収容する魚はこのまますぐにハウス内に入れます。